リブン、ザ・シークエル・トゥ・ミスト、97年、シアン、どうも、アラヤンです。さあ、結構終盤ですよね。キャサリンの日記を読んで、大体の事情が分かったところで、この石板の部屋、リブンの世界に戻ってきたところです。モエティの世界からね、抜け出てきたところだな。まずは、本にパワーを送り込むために、でっかい、ドームのところに行きたいんだけど、今はどこにいてるんだ？これはどこだったっけ？よし、ここからまずは出ましょう。この牢屋から出て、まだ進んでない道があったはずなんですよね。しかし、あの男は一体どこへ行ったんですかね？モエティの世界にいたあいつが、吹き矢吹いてきたやつ、あいつがこの牢屋の中で罠として待ち構えてただけなのかな。さあ、目の前に処刑台が見えてますけど、こっち側、こっちの通路まだ行ってないんですよね。はしごが見えますね。はしごを下ろしたぞ。これは村に続く道の途中に降りるためのはしごかな。あ、そんな感じですね。じゃあ、とりあえず一つ目の島に戻るために、最初の島に戻るためにケーブルカーのところに戻りましょうか。さあ、これでケーブルカーを呼んどいて、来てますね、ケーブルカー。これで一つ目の島に戻りましょう。一つ目の島に戻ってきましたよ。あれ？誰かの顔が映ってるように見えるけど。あ、消えました。ゲーンかな？ゲーンに監視されてるってこと？あれ、もう映らないですね。元来た道に戻るのはこの辺でしたっけかね。さあ、それからこないだつないだままでしたっけかね。ここの扉は、あ、違う方につながってんな。ちょっと回転させてドームの方に道をつなぎましょうか。2回転かな。これでドームの方と道はつながったはずですよね。
階段も上に上げたままだったはずだから、これでドームの中に入れるはず。さあ行くぜ。これね。さあじゃあまずはグリーン、ブルーじゃなくてグリーンですよね。グリーンから行きましょう。グリーンがね多分ここですね。それから紫、紫はここで、ブルー、ブルーがここっすよね。あと赤色、赤色はここかな。あと黄色ですね。黄色がここ。どう、これで、これでどうすんの。ほんで、あれ間違ってる。あれ何も起きねえな。これかな。いけたっぽいね。何の変化もなかったな。やってんのか。一つだけ不安なのは黄色じゃなくてオレンジかもしれないっていうここなんですけどね。これこれこれオレンジかな。島の数は5つしかないはずだから5色しか使わないはずなんですよね。はい、これでどう。はいよ。あれ？あ、ボタン押すんでしたかね。なんかエネルギーが送信されたような感じの音が鳴ってましたけど、オレンジで合ってたのかな。ちょっと不安ですけど、この島にある接続所のとこ行ってみましょうか。多分部屋を回転させてこっちの方向に進んだとこら辺にドームがあったと思うんだが、合ってるかな。 あそこの下にドームが見えてますね。ドームはどこに繋がってんだったっけ。ドームは下の階と繋がってそうだからな。このまままっすぐ下の層へ抜けていったら繋がってたっけかな。ここでエレベーターで下に行くんでしたっけ。それっぽい道に繋がってきましたね。あー来た来た、ドーム発見、やっと見つけた。さあドームを開いてみよう。ドームの解除パスワードは301031819ですね。オープン。
これで本にエネルギーが来てましたら成功ですよね。よくよくいろいろ読んでたら、このゲーンが作った時代は233時代だそうですよ。なんて書いてるか読めなかったやつ、あれ233って書いてるそうです。さあこれね、233オープン。来た来たよ、ついに映像が見えました。233時代、えらく荒廃したところですね。山が二重に重なったような不思議な空間ですけど、こんなところでゲーンは何やってんだ。この山の頂上にゲーンの研究施設みたいなのがあるのか。さあ接続するぞ、233時代。ディスク交換ですね、いいところで。ついにこれまで使うことのなかったディスク5の出番ですね。早速捕まってるぞ接続したら牢屋の中に、完全に罠でしたね。あら、ちっちゃな檻の中に閉じ込められてる感じ。あ、なんかある。罠に引っかかっちゃいましたよね。なんだ、ああなるほど、呼び出しベルか。あいつがゲーンかな。ついに出会いました、ゲーン。悪く思わんでくれたまえ。私もできればこんな荒っぽい真似はしたくないのだが、私はゲーンだ。私のことはもう聞いて知っているとは思うがね。だがそれは今の本当の私ではない。我が息子、そうアトラスが今でもまだ私を昔通りの愚かな父親だと思っていることは知っている。私は息子を殺そうとしたことさえあるのだ。その企てがもし成功していたらと思うと、父親が愛する息子を手にかけようとしたことがあったとは、アトラスに感謝する。私をここに閉じ込めてくれたことを。本も貴重なインクもない、接続する時代もない、何もない。あるのはただ愚かな野望だけなのだ。30年前の30年間だぞ。長い年月だ。しかしそれが何だ、私のような男には当然の報いに違いない。だが私は変わった。これまで数々の罪を重ねてきたが、全ては誇るべき使命のためだったのだ。めっちゃ語るやん。久しぶりに人と喋ったからかな。恥をさらすようだがね、私は長い間みんなに私の心を理解してもらうために努力してきた。まあ、しかし一度離れてしまった心を取り戻すことは難しい。私自身他人は信じないから、君に私の話を信じろとは言わない。だがこれだけは言っておく。そのうち私の言葉の真実を理解する時が来るだろう。アトラスが私に課した罰はリブンの人々にとって過酷なことだった。人々は多くの災害を被り、島は何年にもわたって崩壊し続けている。この第五時代はまさに終わりの時を迎えようとしているのだ。村人たちを直ちにどこか他の地に移動させないと、島と共に全員が死んでしまうことになる。しかし
私は長い時をかけてついに私の過去の過ちを正す確かな方法を見つけ出したのだ。特に やめておこう。言えよ。考えなければならない問題にキャサリンのこともある。そしてモエティの連中だ。どんな社会にも人口の何パーセントかに反逆傾向が見られるものだ。キャサリンが現れるまではモエティはそれほど危険な存在ではなかったのだ。この世界の人間はもともと荒っぽい。もっとも私はやっと最近になって彼らの粗暴さをも愛することができるようになったがね。それは彼らのせいじゃない。周りの環境を考えればやむを得ないのだ。まあ、それにしてもだ、キャサリンが戻ってからというものを彼らの攻撃性は目に見えて激しくなってきた。全てキャサリンの陰謀だ。彼女は神としてモエティに君臨するつもりなのだ。私に選択の余地はなかったのだ。彼女をモエティから引き離さねばならなかった。キャサリンとモエティのおかげで私は非常に危ない立場にいるのだ。その結果、島の全住民たちも危険にさらされるというわけだ。君に頼みたい。何があってもキャサリンを自由にしてはいけない。アトラスがそれを望んでいるのは知っている。必死で彼女を助けようとしているのはわかるが、彼は何にも知らないのだ。これでどこに行くこともできる。君の持っている接続書だよ。これを見つけることができたとはなんとついてるんだ。さあ見せてくれ。ありがとう。行け、接続するんだゲン。いやでもこのまま閉じ込められたら自分もこっから出れないですよね。こっから出られないのは困るな。お、何か不審がってるぞ。なかなか接続しないね。行かない。どうした？どうしたよ、バレた？君がまず接続してみてくれ。なるほど、先に接続しろと。なかなか決心がつかないと見える。無理もない。決心がつくまで君に私の接続書を使用する権利と第五時代を好きなように歩き回る自由を約束しよう。アトラスと仲直りがしたいだけなのだということをどうか理解してくれたまえ。キャサリンについても話し合わなければならないのだ。だが私は自ら危険を冒すわけにはいかない。私が島人たちのために書いている聖域は完成目前なのだから、それだけはぜひともやり遂げなくては。今までの苦労が水の泡になってしまう。私の仕事の成果を多くの人々が待ち望んでいるのだ。君が決心してここへ戻ってくれば私にはすぐ分かるようになっている。
どうしたらいいのかな。これは全ての時代に行く権利を与えようとか言ってたけど、あ、ここから本に接続できるってことですか。ああ、なるほど。どの時代にも戻ることができるよみたいなことですか。いやでもやるべきことはゲーンを牢獄の本に閉じ込めることなので、そして他の時代に行ったとしてもここに戻ってくるたびに牢獄に閉じ込められたら意味ないもんね。先に接続するしかないか。もう一回呼び出せる？呼び出せない呼び出せなくなっちゃいました。ということは一回違う時代に行って戻ってこないといけないのかな。しゃあない、行きますか。これはどの時代だ。あんまりどこかわかんないですけど、まあどこでもいいですけどね。とりあえずこっちに戻ってきたらいいわけでしょ。さあ、一旦違う時代に行って戻ってきましたよ。無駄なディスク交換の時間でしたね。さあ、もう一回呼び出せるかな。ゲーンを呼び出そう。今回はあんまり長く話さないでね。前回はよく語ってくれたからな。来たかな。来たね、ゲーン。また同じ方向から戻ってきた。今回はすぐに牢獄の本に接続しよう。多分私が先にアクセスして安心させたら。君が戻ってきたので安心した。ゲームもすぐにやってくるでしょう。この本への接続を拒否するのかと思っていた。さあ、後から私も行く。待ってるよ、ゲン。これが牢獄の本なんですね。真っ暗闇。さあ来い、ゲン。ゲーンが来たら入れ替わりで自分は外に出られるんでしたよね。来たんじゃないか。よっしゃ、来た。牢獄の本にゲーンを閉じ込めることに成功したぞ。この中に閉じ込められてるわけですね。オッケーオッケー。さあ、ちょっと部屋の中を調べましょうか。またいろんな不思議なものがありますね。これはパイプですね。それからなんだかわからん飲み物もありますし、またこの辺は実験道具って感じかな。これは虫ですね。虫の模型。他にもいろいろありそうですね。これはなんだ？この赤いのは押せるわけじゃない。なんでしょうね。あ、地下もあるっぽいな。そこのレバーはなんだ？もっと行き過ぎたかな？これは何ですか？ああ、檻がなくなりましたよ。これでいつでもこの233時代に来れるってことですね。よし。さあ、それからこの扉は外に出れんのかな。
扉は開かないっぽいね。他にはこっちにも台がありますね。これはなんだ、何この不思議なこの、何ですかこれは、どうすんの何これ、何するかさっぱりわかんないです。こっちは初めの台ですね。ぐるっと一周回ったかな。地下も降りてみましょうか。地下にはこれは水道か、水道、それからランプに、これはなんだ、ボテガンシェン、ファシー、誰だったんでしょうね、今のは。女性が話しかけてましたね。それから、あ、さっきの女性の写真が貼ってあるぞ。なんでこの角度なんやろ。これはゲーンかな。それから大きな楽器と、ここに何かありますね。本と、これはなんだ、地球儀みたいな。オルゴール、なんでしょう、それだけ。こっちの方も調べましょうか。これは接続書じゃなさそうですね。あ、ゲーンの日記かな。まずは驚くべきニュースからこの日誌を書き始めるとする。キャサリンが第5時代に戻ってきた。しかし腹立たしくも現れた彼女をすぐに反逆者たちの手によって奪われてしまった。警備員の話では彼女は裂け目から現れ、トラップ装置にかかっていたらしい。そして反逆者の連中が警備員を襲撃し、キャサリンをさらっていってしまったわけだ。おそらく警備員のやつは裂け目から人が現れたというだけで腰を抜かしてしまい、反撃どころか何もできなかったのであろう。なんとももどかしい。ともあれ、どうやらそれがキャサリンだったということは確からしい。警備員は襲撃される前に一度キャサリンを捕らえ、彼女の持ち物は全て調べたようだ。その中に接続書はなかったと言い張っているが、もしそれが本当なら、なぜ彼女はこの時代に戻ってきたのだろう。謎は深まるばかりだ。大きな獲物をみすみす逃し、ひどく気分が悪いが、まだ希望はある。キャサリンは私をドニーへ導く手段になるだろう。とにかくこの第5時代から抜け出なければ、ドニーの文明を再建するという我々の使命は果たしようがない。滅びた都市に眠る偉大なる文明の遺産を手にしない限り、ドニーは二度と蘇ることはない。もしキャサリンが接続書を持っているのなら、私はもうそこにたどり着いたも同然であるし、あるいは彼女も接続書を持たずこの世界に閉じ込められているとすれば、気の狂った私の息子が必ず現れるに違いない。どちらにしても一刻も早くキャサリンを捕まえなくては。こうなったら反逆者の連中をこのまま野放しにしておくわけにはいかない。再びグレートワークを暴れ回らせた。こいつはよく働いてくれる。この1週間は村人たちを管理するのに苦労した。キャサリンが戻ってきたことを知ったせいだろう。この湖底に住む神話化した化け物魚への恐怖心が村人たちをおとなしくさせているのだ。この驚異的な生物がこんなに使えるものと分かっていたら、奴らがまだたくさん生き残っていた時にもっと捕まえておいたものを。もっともこんな騒ぎが連日続いたら、村人たちが活力を失っていくのは確実だ。キャサリンの捜索は続く。このような原始的な人間たちに本のすべてを教えようとしたのは、我ながらなんとバカなことをしたのだろう。日が経つにつれ、奴らがまだそれを理解するレベルには達していないことを思い知る。たとえどんなに物事を噛み砕いて優しく説明しても、村の生活の過当な仕事しかこなせない奴らには、所詮この素晴らしい創造のことなど理解することは不可能だ。
ひいては私の真の意図を汲み取ることなど望むべくもない。我々の意思の疎通がうまくいかないのは、明らかに奴らが与えられた情報をしっかりと学習できないからだ。もし奴らが私が奴らの将来のために計画している内容のほんの一部でも理解することができるのなら、このような矛盾は起こらないはずだ。一方、子供たちの方はまだ順応性がある。正しい教育の甲斐あって、彼らに喜びを与える文化というものへずっと柔軟な態度をとっている。まるで子供たちが土日人かのように見えるほどだ。しかし以前のように教えることはしない。ただ一人として真の理解レベルに達することは許すべきではないのだ。かつてのキャサリンのような裏切り者を出すわけにはいかない。実の息子がろくに学び取れないでいる難しい技術でも、彼女のように確実に身につけていくものはかえって危険だ。アトラス、それは私の人生で最大の失望だ。息子を私の母のもとへ残すべきではなかった。私が家へ戻った時には息子はすでに母の誤った考えに毒されていたのだ。おそらく母は自分が引き起こしたと思い込んでいるドニの滅亡へのせめてもの罪滅ぼしのつもりだったのだろう。破壊の限りが尽くされ、多くの命が失われたのだ。母の罪の意識は耐え難いに違いない。母が本当に父や我々の世界を愛していたのかは私にはわからないが、結局母はドニが崩壊の危機に瀕していることを無視するよそ者だった。私がドニを再建したならば、ドニの血に流れる決定的な弱さを正さなければならない。そう考えると、新しい時代に我々が繁栄するためには、もしかしたら母のしたことは必然だったのかもしれない。ここ数週間、過去の幻影に悩まされている。今日はまるで自分が子供だった日の教室にいるような気がする。何年も過ごしたライティングギルドで、私が何かできるようになるたびに父は大層自慢げであった。その父のことを考えると辛い。私はあまりにも幼すぎ、あの時一体何が起きたのかを理解できなかったのだ。キャサリンを捕らえた。昨夜遅く、村でキャサリンを発見したという知らせが舞い込んだ。彼女は村人を反逆者の組織に加わるように説得していたらしい。この事件で2人の警備員を失ったが、これ以上の見返りを手にしたのだ。彼女は牢獄の島に幽閉した。私はそこでなぜ戻ってきたのか、その訳を強く問いただした。いっそのこと公主台に送り込みたい気持ちだが、我々の未来のためにもここはこらえるしかない。キャサリンの答えは私を激怒させるようなものばかりであった。しかしそれでも彼女の嘘は簡単に見抜くことができる。彼女が接続書を持たずにここへ戻ってきたことは明らかだ。彼女が口を割りさえすれば、まあいい、指導者を失ったモエティなど物の数ではない。隠れ家などいずれ見つかる。それよりいずれにせよ、彼女がこの時代に閉じ込められたとなれば、必ずアトラスがやってくる。問題はそこだ。息子は一体どうする。奴は今頃ジレンマに苦しんでいるだろう。こちらかあちらか。早かれ遅かれ、奴は接続書を持ってやってくるに違いない。もう遅い時間だが、眠りにつけないでいる。私は多くのものを失ってしまった。人々、父、息子、そして妻、ケタ、お前は私を本当に愛してくれた、たった一人の人間だったよ。しなやかな素振りで踊るお前の姿が見えるようだ。この奥さんのケタっていうのがさっきの映像の人かな。時々お前が本当にいるのかと思えるぐらいはっきりとな。もし私のペンでお前を生き返らせることができるのなら、すぐにやってみせる。そして他の世界など知ったことか。野蛮人の畜生どもめ、あいつら全員第五時代に置き去りにしてやる。そして全く新しく始めてやるぞ。よそ者が第五時代にやってきた。それもドニの接続書を持ってだ。またしても役立たずの警備員が反逆者どもにしてやられたのだ。警備員のわけのわからない話を理解すれば、それはどうやら今朝のことらしい。トラップは破壊されてしまったが、そんなことはどうでもいい。私の欲しいものが全てこの第五時代に揃ったのだ。息子が糸を引いていることは確かだが、なぜ奴は接続書を他の誰かに持たせてここへ送り込んだりしたのだ。奴らしくない仕業じゃないか。頭がおかしくなったのか。これが私がこの世界にやってきた時の出来事ですよね。何十年も経ってとうとう年老いたかわいそうな父を自由にしてやる気になったということか。いや、そんなはずはない。奴はキャサリンを救うことしか頭にないのだ。必ずキャサリンのところへ行くはずだ。さあ、これから何が起きるのか待って、高みの見物だ。これがこの時代に私がやってきた時の出来事で、この日誌を最後にゲームの日誌は途絶えてるわけですね。だいたいこれで時代というか、この世界での背景が分かりましたね。まあ、このオールゴールが何だったのかちょっとよく分かんないですけど、さあこれで終わりかな。とりあえず上に戻ろうか。
あとはキャサリンを救いに行くだけってことですけど、牢獄の島に捕らえられてるって言ってましたよね。牢獄の島ってどこなんだ。さあ、ここに5つの接続書が載ってますけど、これはどこに行くんでしょうね。あ、これかな。見たことないシンボル。確実に行ったことのない世界ですね。ここにキャサリンは閉じ込められてそうですね。行きましょうか。さあ、ということで今回はついにゲーンを牢獄の本に閉じ込めてやりましたよ。あとはキャサリンを救い出すだけなんですけど、ゲーンのオフィスにあった日誌からは牢獄の島に閉じ込めたみたいなことが書いてありましたので、多分牢獄の島だと思われるこの接続書に接続して牢獄の島の世界にやってきたところです。多分見たことないとこですよね。到着しましたけど、どうだ。絶対に知らないところですね。さあ、次回はキャサリンを助けてこの世界からアトラスの元に戻るっていう最終局面ですね。あとは最後、キャサリンを助けるための謎がどんなものが残ってるのかっていうところですけども、続きは次回やっていきたいと思います。ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。